そんなツイッターに驚くことがありますって書きましたが、驚くこととは、ででーん、髪の毛切りました。泣きそう。驚くこと、みんな絶対驚くかなと思った。そう、髪を切りました。そう、切った、切りました。そう、そう、もうすごい3分の1ぐらいなくなった。3分の1 そう、3分の1ぐらいなくなりました。そう、でも前髪が短い。前髪も短いの。え、そう、前髪も短くて、ちょっと光変えようかな。こっちの方が好き。うん、いいね。そう、もうここです、肩ぐらい、この一番高い肩です。どうですか、どうだろう、みんなどうですか。このあと、まあツイッターとかにも載せるんですが、あ、そちらで感想も、そちらでも待ってます、感想。こちらでももらって、ツイッター、インスタでも待ってます、みんな。いや、もうそこでもなんかもう最新のリアクションしてください。っていう無茶ぶり。はい、切りました。もうツインテールはやれない長さですが、まあ伸びたらまた、あ、ミラーボールだ。そう、また伸びた時にやれたらいいなって思います。まあでもさ、もしかしたら次のステージに立つまでに伸びてるかもしれないから、うん、そうそうそう。で、初めてです。あ、すごい、ずっと続いてる。こんな長かったっけ。そう、そう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 、次まで伸びてるかもしれない、次ステージに立つ時に。そう、だから今はまあね、そう、これです。驚きましたよね、絶対。そう、切りました。初めて、そう、 AKB 入って初めて、AKB 入ってっていうか、普通に人生で初めて、この長さは。その赤ちゃんの頃の伸び期を除いて初めてです、この長さにしたのは。うん、そう、いつも絶対肩より下だったから、そう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 、もうないのよ。ないのよ、髪が、ここから下が。すごい違和感ばっかです、まだまだね。そう、まだ切りたてだから。あ、でもみんないい感じって言ってくれてるから、よかった。そう、いや、もっと短くするかもやったけど、さすがにそれは似合わなかったら困るなと思って、そう、これにした。なんか頭を振っても髪の毛がそんな来なくて、ないんだなーって感じた。うん、ですね。そう、軽くなったかな。でも本当に何ヶ月ぶりなんだ、何ヶ月かぶり、すごいすごい久しぶりに行ったから、そう、3分の1本当に切りました。3分の1ぐらい。うん、そう、でも、そうそう、マスクをしながらやってくださって、そう、でもその髪切ってくださった方も、そう、まあ、もし、そう、これでこの今の長さでちょっと遊んで、そう、外羽とか、ウェーブとか、そういう巻きとかして遊んで、そう、まだこれだとまだ湯分ける長さじゃないですか、ハーフツインとかだったらまだできる長さだから、そうそう、まだ遊んで
これよりも短くしたいって思ったら、そうまたすればいいよって言ってくれて、そう、そうそう、そうなの。よかった、かわいいって言ってもらえた。わあ、わあって言っちゃう。嬉しい。触覚はよく目、これね触覚じゃないんですよ。髪の一部な、髪の一部、髪、こっちも髪だけど。あの後ろの髪の一部だけど、そう、これ覗くともう触覚がないくなったから残してるの。そう、ちょっとだけ、ちょっとだけ残すと、そう、こう見ればただ耳かけしてるみたいに見えるから、そう、そういう感じ。いや怖い反応、どんな反応が来るかわかんないもん。でもよかった、よかった、みんな優しい、優しい。髪色も少し明るくした、してない。髪色は、髪色はまだする予定は普通にないです。あゆは今のところないですね。でもあゆ本当光によって明るさが全然違うので、そう、なんか魔法みたいな髪色してます。はい、そう、サラサラなの。サラサラだからすぐ落ちてくる、そう、髪の毛が。耳かけしても、でも黒だから見えないよね。そんな、やっぱ黒やめたべき、やめるべきだったかな。あれ迷ってたんです、昨日の夜。白い方がいいのか、なんだろう、黒以外の色がとにかくいいのかなと思ってたんだけど、黒にしちゃった。結果、そうそうそう、そうそうなの。前下がりにしても似合う。前下がりなんですよこれ。耳かけてるかちょっとわかんないけど、前下がりなの。後ろの方が、そう、多分やや、やや前下がりみたいな感じかな。そう、前髪が短い。前髪が短い。どうね、みんな優しいね。いいいいって。そう、写真楽しみにしてて、まだね、そう、いい感じのが、まだいい感じっていうか、まだ本当に2枚ぐらいしか撮ってなくて、そう、まだ後でも撮るけど、撮るので、まあ楽しみに待っててください。写真載せますね、撮り次第。そう、ほんとみんなもう最新、最新の反応もうショールーム以上の反応をお願いいたしたい。まだね、そう、そう、みんな秘密だよ、まだ、まだ内緒ね、まだ内緒ねっていう。あゆが発信したらぜひ皆さんも書いてください、お願いします。そう、今日は15分だけやります。今日は、そう、ごめんね、15分で。そう、髪長、なんか髪長い時、髪長い時っていうか、今日のその髪濡らして切りますねってなった時の、そう、時の感じがすごいのですごいのでメールで送りますね、それ。うん、なので歩め撮ってる皆さん楽しみに見ててください。髪切る前の写真ですが、うん、そう、楽しみにしててね。でももう髪濡れてて、マスクもして、あのなんか白い洋服みたいなのも着てるから、ちょっとあれだけど、うん、そうそう、待って、テロップに書いとこう。いや、テロップいいや、そのまんまにしとこう。そうそう、メール待っててね、ほんと楽しみに。そう、でもビフォーアフター、ビフォーを撮ってなくてビフォーはまあみんな昨日までの写真とかを、まあ長い時の写真まだ撮りだめではあるので、まあそれを、まあ多分この先もちょっと載せたりはすると思うので、そちらと見比べてくださったら嬉しいです。はい、うん、
や、みんなパッツン前髪伸びるまでは多分ちょっとの間パッツンだよ。パッツン、あゆの初期の頃の前髪が好きだった皆さん戻ってきたよ戻ってきたよね。あ、そう、前なんかパッツンとどれがいいみたいな言ってた、あの書いた時に結構パッツン派も、そう、初期の多分頃から言ってくださる方は結構多分パッツン派の方が多くて、そうだから帰ってきたよ帰ってきた。うん、そうだからみんないいねいいねって、よかった、本当に優しい反応ばっかでよかった。そう、髪切るときは、そう、さっき怖かったって来てて、切ったと思った髪切るときに、そう、後ろから切られてるからちょっと見えづらいんですが、あの、そう、もう切られてる感覚が伝わって、今切れてるって思った。そう、本当にね、なんか怖いというよりも未知の体験みたいな、そうそう、そんな感じですね。うん、そう、ね、髪ね、もうちょい切ったらどうなるか、眉にもちょっと、これ以上は本当に未知の体験になるまたね、うん、そう、そうそう、で、そう、前髪が一直線なの、ほら、前髪が一直線、そうね、そうだよね、昔いつかは短くするかでもほんといつで出たいっけ、ああいう、まあ、いつかわかんない、でも多分あの髪を肩下ぐらいにした時らへんに言ってたかな、多分、あれ多分その時から多分徐々に髪短いのやってみたいなって思いが あったから、多分、うん、そうだね、で、そう、まあ今回ね、そうそう、そう、切ってみようって決めたって感じ。でもね、劇場にね立つことがあれば、そのね、そうだよね、よりショートカットだよっていうのが、飛躍感みたいなものが伝わったかなってね思うけど、今はね、まあ踊れば伝わるか、ショールームでもなんかやるね、じゃあ今度、本当にそうで、握手会とかあれば直接見れたけど今ないから、映像越しだけどご覧くださいご覧ください、映像越しですが、はい、誰にもっていうか、そう、スタッフさんにしか言ってないです、髪切ること、うん、だから多分びっくりだろうね、みんなみんなびっくりだろうな、うん、そうだよね、そうだよね、そうだよね、ツーショットがあったかもしれないもんね、握手があれば、わあわあわあ、すぐ落ちてきちゃう、やっぱり、そう、美容院の後よりすごいサラサラになる、いつも、うん、もうちょいかな、15分まで、うん、ぜひサラサラそう、壁車取り直そうだってでも壁車はね、みんな壁車もあれまだ公開で、まだね、そうだよね、まだなんかあのハーフツインやつだよね、でももうハーフツインも多分この長さじゃやんないかな、うん、
あと15分89日です。今日であと1日ちょね遅かったら90日だった。惜しい惜しい。はいっていう感じで今日も見てくださってありがとうございました。今日はもう本当にみんながびっくりする感じの配信でしたが、いかがだったでしょうか、いかがだったでしょうかっていうので、はい、そんな感じの配信でした。はい、ランキング発表します。13位ラテラルさんありがとうございます。12位トークンありがとうございます。WAHYU さんありがとうございます。10位かずきくんありがとうございます。9位チーフさんありがとうございます。8位どんぐりさんありがとうございます。7位しゅんちゃんありがとうございます。6位春風亭三丁さんありがとうございます。5位ゆうくんありがとうございます。4位かんさんありがとうございます。3位ひびきちゃんありがとうございます。2位つばさおしーさんありがとうございます。1位なみーさんありがとうございます。見てくださった皆さんもありがとうございました。髪ねみんな今日からはショートカットだよボブですね、長めのボブか、長めなのかな、ボブです。はい、このあとまあだいぶ後かもしれないんですが、ツイッターとインスタも投稿するのでぜひそちらでみんななんか初知りましたみたいなでお願いいたします初知りましたで、はい、お願いいたしますはい、じゃあありがとうございました。バイバイ、ありがとうございました。バイバーイ。